はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、では続きをやっていきましょう。迎撃戦ですね。ま、とりあえずこのお子ちゃまに話しかけるか。あ、船長抜きでの迎撃戦は初めてと。クイナも参加するのか。冷え冷え玉。てかクイナって何ができんの。まあね、結構ね、女性陣強いっすからね、うちの村は。なんか知んないけど。ああ、そっか、強化があったか。強化を見てみましょう。何を強化するんだ。防衛策。暖かい木と、テクタイと交換。レアなものを使うね、やっぱり。毒デコイ。毒ってどうなの。なんかそんなに、ヒットポイントを減らしてもね、長期戦になるやつがあんまりいないからな。まあ、作っとくでも、まあ、ザスピオンの尻尾はサソリ倒してれば手に入るでしょう。バリケード、麻痺バリケード、竜輪とか離力走行とか全然わからん。硬質繊維、カズガズラの苦渋とかこんなものが必要だってなんでわかるんだこいつらカズガズラの苦渋を取ってきてくれみたいなことを言うのかな。そんなこと言われてもカズガズラが何なんだかさっぱりわかんないしね。暗き深海からの使者、エリア海。一生懸命頑張ろう。あ、そうか、エリア海ってなってたらいつものところか。で、多分エリア山的なところが、あれなんだここってなったところだな。敵が来たらまず速攻鳴らそう。ここを通すわけには参りません。うん、1匹だけ、2匹、3匹鳴らしとくか。お、いいね。早い早い早い。さて、そろそろまたドラも鳴らせるから。早いな。おお、いいですね、ドラ。こっちにも敵か。うわー、こいつらは行って。なった。だよな、この勝手に奴らがな。どういうこと。あっちにいる敵がやらせません、やらせませんぞ。いい感じだね。さて、またドラのところに待機して。おお、クイナちゃん、まあ頑張ってるね。子供にしては頑張って。ってかレイヤもいたかレイヤも子供だったな。すっかり存在を忘れていたけど。まだまだ来ます、耐えてください。聖国の神よ。おら、さあみんな今のうちよ。おらおらおら、急げ急げ。ピヨってるうちに、あー倒せなかったか。オーケー、シュー。待て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 、まずこれを何投げてんねん。これやると勝手にドラを鳴らすからな。範囲が広すぎて。あれ、あとどこ。うわ、カニ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 。ほら、これはもう使っちゃおう。やってるうちにたまるっしょ。くーらえー。これさ、モーションがさ、やたら長いけどさ。ほらほらほら、おわ、よし、ブレーキ。うわ、めっちゃ吹っ飛ばされた。よーし、邪魔んだな。うん、なんだビビるんだけど、あれ。あ、ドラが回復してない。リフトサボってんな、こいつ。自分は医者だから後ろに控えていようみたいな。てか、あの鳥さマジ何してんの。戦闘中すっげえ活躍してんだけど。これ他の人たちがさ、どうやって活躍してるのかちょっと見たいよねえっとか思うもん、本当に。とりあえず一発ぶん殴っといて、あとはこいつだな。ほら、
ん、あとどこだ、不意打ち、不意打ち、ん、あとどこどこどこ、こいつね、ほら、しびれ玉、あっちにもこのサラマンダーもどきみたいなやつが、あっちもいるか、この猿みたいなのはね弱いからね全く楽勝なんだけど、お、何何何何、おお、あ、また出てきた、ほら倒された、ほらほら、まあ、ブレイクしてくれないと困るんだよね、ほらほら、くそー、トロすぎる、まずアトル以外の使いやすい技をちょっと見とかないとね、一個柵が壊されたか、もう1ウェーブある、あ、ファイナルウェーブクリアになってんな、あ、今回は楽勝だったね、ま、ざっとこんなもんな、あれ軍人さんどこにいた、なんかめっちゃ順位低かった気がするんだけど、てか上位に顔が見えなかったな、エアラン、これなかなかいいんじゃん今回、B かダメか、エアラン、だってエアラン、エアランここにいないもん、いた8位かよ、まあ、クイナはねしょうがないよね、おお、やった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 、あー、ザスピオンの尻尾、だからやっぱりこれ追撃戦をやった方がいいですね、アイテムがかなり手に入るんで、しかも結構レアなものが手に入るんで、まあ、追撃戦でアイテムを増やすのか、まあ、普通にやって増やすのかはちょっとどっちが効率いいのかは分からないですけどエアラン、お前サボってたくせに何くどいてんだ、いや君に話はないよ、鉄鉱石が欲しいからちょっと交換したいんだよね、鉄鉱石、あ、奇妙な塊10個で交換できるのか、200個あるからってことはこれめっちゃ交換できんじゃん、15個くらい交換しとこう、あ、それを考えるとあれですね、貝の素材別に無駄にはならないってことか、それはいいシステムだな、何を鍛えるの、あとちょっとね、やっぱディフェンダーを鍛えたいですね、では始めましょう、で武器をみんな1回ずつ強化しましょう、さあできたわ、交換した分がほぼ使い果たしたな、これで完成よ、そこからもういいの、防具、今日はどんなよ、あー、これは強獣のなんちゃらが必要なのか、だったら国鉄の方が作りやすいっすよね、鉄鉱石がめっちゃ必要だな、ちょっと足りねえわ、さすがに24個は用意できない、うん、じゃあまた行きますか、っていうかキャンプのところから来て、あれこれなんだ、まだ行けないか、ショートカットは作ったんで、まあ、進みは多少楽になるかな。古代種の抜け道っていうんだ、ここ。よし、再び、ジャンダルム制圧へ。んー、どうしようかな。こいつら倒しとこうかな。ほら。どこ行ったんだか分からん、こっちに行くぞ、この古代種がいるからさ、骨、ね、うわ、来た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 、危ねえ、あれどっから行くの、あ、こっちから行けるか、あー、待って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 ね、あれを取っときたいんだよね、鉄鉱石系、あれどこだ、この上なの、鉄鉱石、この
突進系がなちょっとな鬱陶しいよな。でこっから上に行って、あれマジで鉄鉱石なくね、もう分からん。通う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 、すげえ、めっちゃ高いな。あ、まだ復活してないんだそう簡単には復活しないか。こいつはちょっとシカトする。でここもちょっと最初の方はだいたい宝は取ったんで、まあ、敵を倒しつついきますか。あれ落ちるところって、攻撃しよう。よし、あれこれ甘い。もう俺には分かっている全てが。このスコーピオンね、おら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 、クラッシュムーブ意外に役立つよな。やっぱりいけ、なんか落車のあの竜巻みたいなやつ強そうだな。よし、ピヨった。ちょっと時間かかるけど、こいつね蛇紋光とかも持ってるからね。果たして読み方合ってんだかよく分からんけど、ほらブレイクしろ。こいつだとブレイクする前に普通に倒せんな。お、頑張ってんね。俺が助太刀しよう。お、いいねいいね、暖かい気。おらおらおら、おらおらおら。さてこいつはちょっとアドルティックか、一発これで殴って、おらあ、薬持ってくればよかった。よし、このタイミングはもう取れるな。ほっ、全然タイミング取れてない。ほっ、回復量が痛い、マジで痛い。あー、ヒールポーションあと2つしかないわ。ほら、よし、クラッシュムーブ中は竜巻もしかしたら使えるかもな。うーん、タイミング取るのが難しいね。ただよーし、ザスピオンも手に入れた、2つ手に入れたな。ザスピオンの尻尾はちょっと毒系を作るときに使えそうですね。毒系ってあるのかっていうのは、これなかなかタイミング取るの難しいな。うお、いっぱいいる。ちょっと待って、まずこいつらを排除しよう全員。で、あと硬いやつだな、ちょっとな、どうしようかな。使っちゃおう。もう結構ね頻繁に使ってていいと思うんだよね、こういうの。どれくらいの範囲があるんだこれ。よーし、ほら、オーケーオーケー、ほら、よーし、めっちゃ粘液飛び出たなべちょべちょべちょって出てきたぞ。で、こっちは別のエリアか。いや、なかなか白熱したバトルだな。まずあのスコーピオンがいないかだけね見ないとね。よし、あとレベルアップ。おーら、おーら、うーん、こっちは何にもないかな。あー、あいつがいるな、ちょっと嫌だな。こっからなんか、ん、上に行けるのか。あ、こっちは行けないか。これは下に置いちゃっていいかな。で、古代衆がいて、こいつはもう確実に無視する方向で。で、
どんだけさ岩が崩れてんのこれ。うおー、なかなか見づらいな。あれに古代種巻き込めないのかな。古代種ばっかりだな。本当だよ。どうなってるんだ世の中、どうなってんだ。怖い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 。ていうか探索も、うおー、ろくにできない。ちょっと待って、おー500なのか。これ次買ったら死ぬぞ。え、なんだなんだなんだ、なんかステータス以上になってんな何のステータス以上だかわかんないんだけど。サハドは確実に麻痺でしょ。これ何、止血。うわーマジか。だからヒットポイント食らったのかな。あれ、こっち行けんの。ちょっと待っていや、ここ行ったー。またちょっと止血薬が足りないな。ちょっとまず登って、これ登ってる間に攻撃されたら嫌だな。あ、宝箱宝箱、これを取って、アイアンシールド。あれ、アイアンシールドって装備してるよね。いらねえマジで。ん、こっち側はまたサソリがいて、うーん、どうなんだろうな。向こう側も気になるけどね。なんか行けそうだよね、こっから見る限り。まあいいや、ちょっと先にこっちから行くか。うわ、サソリ2体3体同時に相手すんのはきついぞこれあいつがベチョってなったし、なかなか厳しいね。よし、敵対とこう。うわー、ここにもいんのか。ん、こっちはあった。よし、敵対とこうゲット。おー、怖い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 。あそこにも鉱石があるな。回収してこう、敵対とこう。うわーうわ、やばい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 。ちょっと待って、結構やばいね。毒になったわけじゃないか。ヒールポーション使って、蘇生薬ちょっとヒールポーションに変えたいな。まずはちょっと中継地点を探さなくては。あ、結局こっちに通じてんのね。ちょっと待って、さあハードでこいつをブレイクする。ぶっ倒れたけど。ん？どっちだ？これ多分そうだよね。こっちからも行けるよみたいな。岩をうまく通過すれば問題ないよ的な。あれか。あ、これ多分。あれ？ショートカットチックな感じになってるけど。逆側から行くのか。またあの手がいるな。おら、おりゃ、おりゃー。よし。僕の番だな。ん？で、ここから来て、これ下に落ちたらさ、あ、宝箱ある？上に宝箱があるのか？よいしょ。とりあえず横に滑ってこう。ほいほいほい。で、上は？上はいけない。え、下めっちゃ気になるな。宝箱あったね。見えるね。あ、そっか。降りて、ショートカットが作れんだな。おお、鏡獣の皮。誰がこんなとこに鏡獣の皮を隠してたんだ。てか T のメモってさ、なんでさ散らばってさ宝箱に封印されてんの。これでここが行けるようになって、でもここが行けるようになったとしてもさ、こっちからは行けないよね。結局宝箱を取るためだけか。でこのまま上に登って、スコーピオンをね、もう少しサクッと倒せる実力があれば相手にしてもいいんだけど、3体とかね、4体いたからね、あれを相手にすると本当に死ぬ恐れがある。だいぶヒールポーションも使っちゃったから。よし、進んでいきましょう。何逃げてんじゃい、逃がさんほら、こっちはないか。また分かれてんな。左に宝箱が見えるので左からちょっと行きましょう。ほら、そんなくぼみに隠れてたら逃げられんぜ。サハで意外に吹っ飛ぶな。
青き調合所チチって何チって、青き調合所、あれレシピ帳キャッシュ、これ使おういつ手に入れたっけこんなの、あれ青き調合所って何、あここにあるね、止血薬、あ渡すのね、あなんか持ってきてって言ってたから宝箱に入ってんのかよそれを持ってきてくれって言ってたのまあ手に入れたんで全然いいんでしょう。止血薬しかもあと1個しかないからね、もう少しな回復量が多ければな、攻撃の。あれこっちもいけるね、でもこっちは行ってもしょうがないか、またちょっと洞窟の中に入ってどうすっかな、こいつ相手にすっかな、一旦やっぱ逃げよう、ちょっと無理だから。回復薬にね不安があるから、あなるほどね、ツタでもいけるよ的な、いろんなルートがあるんだねここは。ってこいつはまず一発ぶん殴って一発ぶん殴っていいね、ちょっと技ポイントがまた減ってきたか、ああそこに今木があったけどあれってショートカット用の木かな、防具をねだからね作りたいんですよね、あれそんな感じではないか、あれ小屋、小屋がある、誰か住んでんの、イベントが始まったけど、こんなところに小屋があるのはめっちゃ助かるよ。お、これは小屋か。近づくまで全く気づかなかったぜ。いやそれなりに立派だよな。なんだってこんなに葉っぱや枝で覆われてるんだ。カモフラージュなんじゃん。おそらく獣や古代種の目を欺くための工夫だと思われます。まあ、とりあえずピンポン鳴らしましょう、ピンポン。小屋自体もどうやら手入れされているようですね。ってことはこんな場所なのに誰かが住んでいるってことか。ええ、可能性は高そうです。ごめんください。てかさ、言葉通じるのって感じだよね今思ったけど返事はない、ただの屍のようだ。そうか、誰もいねえ、屍になってしまったか。留守にでもしてんのか。一応セーブポイントがあるから、はい、あ入れるね。おお、すげえ、普通に食材やハンモック的なベッドまである。ティーカップすらあるよ。いやこれは普通の家だよ、勝手に入ってるけど。まあさすがにね、鍵をかけるっていうことはしなくていいと思うからね。人が来るかって言われたらもう絶対来ないからね。まず本もあるね。何？怪しい本。でも確かにこういうところで本があるっていうのは助かるよね。ほんと暇そうだからね。ハンモック2つ。あ、一人暮らしじゃないのか。この手帳的なものは一体。見覚えのある字。ああなるほどなるほど。ふんふんふん。ああこれあれでしょ、さっきの広い金だっけ、なんか
忘れちゃった。ヒーロー金だっけ。ま、調べられるものは調べていきましょう。魚の干物がある。いや、完全に暮らしてるね、これは。でもまあ、今は留守中と。え、まだなんかあんの？真ん中の方かな。あ、真ん中の方か。これで全部調べ終わったか。いや、ここに住んでいる人がいるとなると、そっか、Tの小屋か。もう勝手にTの小屋って断定してるけどさ。あとはこいつをぶっ倒して、これで一応ショートカットになって、あっち側ってどうなってんだ。あれ、これは、お、え、縄はしご、え、どこに行くのこれ。え、マジでどこ。あれ、ふもとじゃん。おお、すごいすごいすごい、一気にショートカットできる。っていうか一回、あ、これ近いな。漂流村に戻って補充しましょう、物を。で、蘇生薬はもう空き瓶にしちゃいたいんで、使えるのかな、生きてても。最悪自ら戦闘不能になる必要があるけど。アイテム、まずこれ渡すでしょ。で、蘇生薬、塩塩で、空き瓶が残ったと。で、地図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 ってエアなんだっけ。そんじゃ見せてもらうぜ。おお、よくやったな。なんでさ、いちいち隠し持ってんの。私の指輪ってなんか持ってたよね。全部よこせよ。で、あれ、またこいつら何、今流行ってんの、この口説くのが。おお、止血薬。新しい薬の調合について、あれ、これさっきのやつと違うんだ。あ、そうだそうだそうだ、輝く粘液となんちゃらだ。そんなもん持ってない。こんにちは。数的にこれも少ないんだな。5個くらいは作れるか。火消し薬もまあ5個くらい持って、止血薬も鮮やかな木が結構必要なんだね。よし。で、あとは普通のヒールポーション系を作れるだけ作りましょう。5個。ジギタリスがやっぱ必要なのか。君たち何話してんの。いや、怪我人の手当てをしないとって言って触るつもりだな。なんて悪どいやつだ。そうか、医者のものは卵だもんね。クソ、なんでこいつらばっかりイチャついてるんだ。俺は一生懸命探索を頑張っているというのに。じゃあちょっとまた山のふもとまで、ふもとっていうか山まで行きましょう。よし、じゃあまだもう少し登ることになるのかな。
という感じなので、今回はこれで終了して、次回はまた山を登っていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。